マジやばい。ちょっとダッシュで急いで行きたいと思います。スーツのパンツのちょっと打ち合わせなんで来られてるという状態なので。パンツしてよ、パンツしてよ。ちょっと待って、なにこれ、なにこれ。カツさん、なにちょっとおはようございます。おはようございます、皆様今日も一日密着よろしくお願いします。そうですね、久しぶりの一日密着やね。毎朝のやらないといけない事務仕事をちょっとやるで、まあ、今の会社が下期に入ったところで、まあ、評価制度っていうのを半年に1回だけなんですけどやってて、ヒューズはファイブバリューがっていう大事にしてるバリューがあるんですけど、それに対しての行動結果だったりとか、あと目標だったりとか、あとは個人的な夢とか書いてもらってるんですけど、この辺を確認して下期をどう過ごしてこの半年でどういった成長をしてもらいたいかっていうところとかをちょっと伝えたりとかする。カツさん、付箋裏も使ってますよね。裏も使ってて、なんかさ、自分が会社やるまではボールペンとかさ、メモ用紙とかもそうやけど、なんか当たり前のようにそこにあったけど、当たり前じゃないやん、誰かのお金で買ってるものやなっていう意識がやっぱりすごいあるんで、付箋とかはこれだけで捨てるんじゃなくて絶対裏も書く。裏面が白紙のなんか紙とかがあったら、もうコピー用紙とかメモ用紙にして、そういう備品一個一個も節約して大事に使ってます。めっちゃ勉強ないです。そう、めっちゃ朝からなんかすごいねこんな感じです。じゃあ行きます。もう回してます。ほんま、あってもボサボサやねんけど、マジやばい。今から風強いです、ね、風強い。ちょっとダッシュで時間が差し迫ってますので、急いで行きたいと思います。めちゃめちゃモフモフですね。ちょっとあったかいよ。これがスーツに相性がいいのかわかんないけど、ちょっと今寒すぎるからちょっとこいつを着ております。これマックスマーラのさ、テディベアっていうシリーズで、青とかさ、緑とかいろんな色がある。去年買ってんけど、去年はそんな恥ずかしくなかったけど、なんか今年めっちゃ恥ずかしい。めっちゃ目立つやんと思って。めっちゃ目立つんですよ。そう、買うときに気づけよって感じやけどちょっと恥ずかしいなとか思って。では行きます。おはようございます。おはようございます。今は、ミューズのオリジナルの裏地を作ってるんですよ。今まではヨーロッパのインポートの裏地とか、あとは日本の裏地を使わせてもらってたんですけど、やっぱりブランドだからさ裏地作りたいやと思って、こういう感じで何個も何個もサンプル上げて版を作るためにお金がどんどんかかっていくんですけど、もうやり直しにやり直しを重ねてようやくできました。おー、ようやく皆さんにつけていただける状態になりました。皆さんつけてね。どんなシーンでも着れるようなやつにするか、もしくはその別にビジネスでスーツを着ないといけないわけじゃないとなると、まあ、ある意味個人のブランド的な感じで働いてると思うので、そういった感じの雰囲気でいくかとかっていう。自分がどんなスーツを作りたいのかっていうのを、まあ、少し考えてて、うん、今はまだあの、まあ、去年開業したばかりで、うん、かそのやっていくうちに、はい、あの多分辛いこととか大変なこととか、そのもうやめたくなっちゃうようなこととか、自分が言った一言一言がやっぱりそういう時って重たくのしかかるんですよ自分、うん、でもなんかそんなあのいい時じゃなくて、自分が良くない時にその何をもって立ち上がる勇気になったのかっていう何かがあって、はい、私はそれにはその参考書のことでもコンサルタントに相談することでもなくて、やっぱり自信がないとこの先は歩んでいけないっていうのをすごく思ったので、その今成功してる人ではなくて、うん、そうじゃなくて、そんな風に打ちひしがれてた時に私は自信が欲しかったから、うん、だからこ そ, そのまだ何者にもなってなくても未来に希望を持ってる人に自信をスーツを通じて提供することで、その人が何者かになっていく、自分がなりたいものになっていくための後押しになってくれたらいいなと思ったんですよ。できっとそういう風なタイミングと岐路に立つことっていうのが何度となく訪れると思うんですね。それは他者ではないものなのかなとかっていうこととかをやっぱりすごい考えたんですよね、うん、なんで意外になんか答えって未来にはなくて、もう全部過去にあるんですよ。経営もそうなんですけど、この仕事をやりだした理由って何だったんですか、はい、大学3年の頃から、うんうんうん、あの自分がやりたいことっていうのが、うんうんまあ、分からなくて、うんうんうん、ずっと探してたんですよ、うんうん、
暑かったですね、さっきの。ちょっとね、興奮しちゃった。でもやっぱりさ、オーダー接客に入るともうその目の前の人になんか少しでも少しでもってなんか思うから、100の言葉を喋ってさ1の気づきがある確率と、1000の言葉を喋ってさ1つの気づきがある確率って、絶対1000の言葉を喋った方がいいと思ってて、100個の言葉並べてもその中で何も提供できてない言葉もあるかもしれないから、言葉数多いけどできるだけ伝えようっていう気持ちを持ってやってると、あんな風になっちゃった。いや、めちゃめちゃ熱量が半端なかったですこっちも、うん、でもなんかそれぐらいやっぱり なんていうのそこが一つのバリューなのかもしれないですよね。やろうと思ってしてるわけではないけど、うん、なんでちょっと次の打ち合わせの方がいらっしゃってるのでちょっと呼んでいきましょうか。はい、はい、え、でもどうなんだよ。放置してます。ちゃんとしてよ。ちゃんとしてよ。ゆうちゃんだけやで。ちゃんとやってくれてない。すいません。え、ちょっと言ってよ。やります。はい、ほんまに。あれ、カツさん、これお客様ですよね。めちゃめちゃ距離近い。そう、そう、めちゃ距離近い。ちょっと説教してるみたいな感じで。そう、宮津は距離が近いんですお客様と。もうね、仲間っていう意識というか親友みたいな意識です。でもゆうちゃんすごいんだよね。痛くない。じゃあね、服とか買わへん人だね。あ、そうなんですか。そう、物欲全くない。そう、うん、多分この社会人生活の中で車とかお家とか抜いたら一番高いこういうものは多分あの服です。この スーツです。そう、それは僕買わない。そう、じゃあ、あまりファッションとかこだわりない方なんですか。そうですね、ほぼユニクロです。え、なのになんでいきなりビクトリースーツになるんですか。今までのスーツを作ってではいたけど、着心地はもちろんなんだけど、心のスイッチが入るとか何か決まる感じがね、自分の中でやっぱりこうスーツを着てあって、もうそれ着たらなかなか他のスーツも着れなくなって、まあ、結果的には一着最初作ったやつを日頃の全てにそのスーツを使ってたんで、それじゃあなかなかルーティンとして持たなくなっちゃうんで、今 4,5 着作らせてもらって。これはでもすごくないですか。すごいですね。そうそう、なのでそのやっぱりその時に思ったのが、どっかの動画でも話しましたけど、お金とお金自体に価値があるのではなくて、何と交換するかで初めて価値が生まれて、その交換するものを、多分ゆうちゃんはファッションに対しては同意消費だったから、だったらそこにお金を単にかけたくない、だけどビクトリースーツってなった時にその未来の投資って思うことができたから着続けてくれてるんだと思うんですよね。なのでここが多分大きな差なのかなと。我々もまあ不動産っていうものを扱ってたり、で、まあ、スーツというものを使ってたりするけど、一コンテンツとして不動産スーツだけであって、結局何だろうな、これでは買えない普通にする価値がたくさんありますもんね。そこにインクルードされてるものがいろいろあるわけ、人だったり思いだったり、そこにやっぱり何かいろんな歴史もこうね、ストーリーがひっくるめてあるから買ってんだよな。じゃなかったらこんな、あの、私の物欲からなかなか買えないですよ。でも、あの、ビシッと作るから、もう体型にね、合わせて。そうね、そうね。で、実際一番最初に作った時から、リアル10キロしてるからね。すっごっ。へ、すごい。すごい。カツさん、すごいですね。なんか言った。私、今あれやね。10月からさ、5キロ。あ、5キロって思って。うん。はい、じゃあ次。銀座行きますって、え、ちょっと待って、なにこれ、なにこれ、文集やん。なんすか文集って。文集って週刊文集、すっごいタイミングじゃない、マジで。いや、まあ、追いついてないです。これ本番やらせじゃないからね。追いついてないです。文集さんにモダンメイドスーツの女性社長として出てほしいって言われて、あ、そうなんだ、出てほしいって言われてて出る予定だったんですよ。はいはい、出る予定、マッチさんのことがある前にね。はいはい、それが出る予定だった雑誌面があったんだけど、でもマッチさんのことが取り上げられたから乗らなかったんですよ。私って勘違いするかもって思ったからかもしれないですけど、で、十分勘違いされましたけど。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。今ちょうど YouTube を見たって言われてて、やばい、話してたんですよ。すごいタイミング。それがリアルやね。もう結構お昼時過ぎちゃったんですけど、ちょっと僕お昼いただいていいですか。どうぞ行ってきてください。というかこの間しかないと思う。あ、そっか、でもカツさんあれか、ダイエット企画中ですもんね。え、そうやで。え、ていうかさ、私すごいね、ちょっと待ってて、なめっちゃすごいと思って言ってんの。え、え、カツさん自炊始めたんですか、ついに。え、ダイエット企画で行くで。やば、え、行くで。カツさんの手料理、じゃらじゃん、ちっちゃ
ちゃえ、どういうこと？これ？え？これ私の今日のエネルギー。ゆで卵？めっちゃ可愛くない？ゆで卵やん、これ。ほら、可愛くない？可愛いとかない？もう今日これしかないからさ。じゃあ僕は何食べようかな。いいから、マジで聞きたくない。可愛そうやから。靴下を、リーズオリジナルのやつを作りたいなと思ってまして、薄めのドレスソックスを作りたいんだけど、ドレスになると履いた時に硬いから、そこの素材改善できないかなとか、今なんかそういったことをいろいろやってます。お疲れ様です。いや、めっちゃもうやばいくらい靴下盛り上がってましたね。靴下もう本当してます。まあでもちょっと考えることが多いし、全部オリジナルなんで、糸から素材の収縮性とか、まあ何パターンかサンプル作ってとは思ってるんですけど、ちょっと次の打ち合わせの、次はちょっとスーツのパンツのちょっと打ち合わせなんで、来られてるという状態なので、ちょっと行きます。参加します。めっちゃ疲れてますね。ちょっとあっという間に打ち合わせ2時間経ってたね。気づけば2時間でしたね。気づけば2時間、なんかもうそれでもまだ足りひんぐらいのちょっと状態やったかな。進展してますよ、もうどっちの打ち合わせも。めっちゃさ、あからさまに疲れてるよね。なんかもうさ、化粧もさ直してないから目の下のマスカラの落ち具合とかマジでやばいねんけど。やめてとか言って近づけられたら目を見開くという。結構ね、結構ですよ。え、今ちょっとだけさ、一時あるそうですよね。ないよ。ないよ。打ち合わせしたらその処理とかあるし、こっちの仕事もあるんで。マジで。もうすぐしたら修練もあるしさ。なので YouTube の打ち合わせをしましょう。マジ？マジ？何やるん？あの1週間コーデの月曜日とかって、それを今から1週間もやんの？そうっす。マジで？こっちのノッキもやらない。ちょっと待って、ほんまにやねんけど。今日ずっと合間を狙ってたんですけど、もうマジで合間ないやろ。今しかないと思って。そうなんですよ。やろということで、今からの予定は急遽YouTube のオフレコ撮影ですか。はい、やりましょう。はい、この姿勢。これマジで吸うやんな。よし、やろう。日曜日、淡すぎず濃すぎないこの絶妙なピンク感、赤感が。修練します。はい、みゆずにとって大事なんです、修練は。お疲れ様でした。なんか全員が自分のやるべき仕事が今の目の前にあるっていう状態がになってるなと思って、で私がなんかこれしてほしい、あれしてほしいなと思っても、なんか言う機会を伺うぐらい、なんかみんながそれぞれの仕事に奮闘して、まあ、やってるなっていう姿勢を見れてすごく良かったなと思ったので、まあ、このミューズの仕事っていうのは本当にこの5バリューって出来上がってるなっていうのをとっても感じた一日でした。まあ、このね、全部を一日こんなにも強く感じさせてもらえる日っていうのはなかなかないなって思うんですけど、本当に一つずつ残らず全部大事なので、これに基づいて目の前の人と向き合ってもらって、一人一人みんなが本当に自分の人生をミーズを通じてより良い人生にしていってもらえたら嬉しいなと思います。じゃあ今日も一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日の人さ、YouTube のさ、着こなし見てさ、来てくれてて。ええー。そうです。しかもね、すごいな、男の人も。10着以上持ってるけど、全部自分のスーツを見たら、うん、なんか、あの、勝さんが言ってた本物仕様ではなかったの。で、まあ、ここに。すごい。いう感じで。いやー、もう皆さん、それでもお付き合いさせてくださいね。はい。一回かけてもまた始まらないですから。昨日もそんな感じで結構興奮が冷めない。そうなんですよね。お疲れ様です。お疲れ様です。意外とあっさりして修練あんな暑かったのに。なんかさ、これ絶対これがない方がいいと思う。もう一回改めて見ると結構やばい。いや絶対ない、やばいやろ、私も分かってんねん。でもさ、ほんまこういうセンスじゃないから、これがない方がいいのか可愛いな分かってるけど、今日はこの子で思ったから、この子を紹介したかってみんなに。おそろ、おそろですね、おそろ。そう、別にない方が好き、
個人的にも。それちょっと改めてもう一回言いたい。めっちゃ寒いね。寒いよ。疲れましたね。すごく寒いよ。あ、あれ、そうだ、あれください、締めのコメント。タクシーじゃなくて車が来てるからめっちゃ嬉しい。車で帰れる。はい。分かるよ。1日密着見てくれてありがとうございます。今日の1日密着は年齢でも話してたんですけど、ミルズの5バリューを全部感じる1日となりました。なんかちょっと最後の方くたびれちゃってテンション低かったりとか不機嫌そうな顔してたらごめんなさい。今日の1日密着が面白かった人はいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。お疲れ様でした。バイバーイ。帰るよ。行きましょう。やるよ。